えー、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、今日はですね、ジャズらしいメロディーの演奏方法ということでですね、まあこれはもうフロント楽器とかピアニストとか、えー、そしてドラマーのドラムソロについてもお話ししていきたいと思います。えー、まずはですね、まあ、譜面はですね、ジャズの譜面ってのはあえてシンプルに表白にこうメロディーをこう書いてあるんですね。で、それをそのまま弾くとあんまりかっこよくないので、で、これをこうフェイクと言って変えていくんですね。まあフェイクするのがアドリブのスタートと言っても過言ではない。 要は、なんかこう、バラ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 アドリブ弾かなくても、パッて回ってきたら、メロディーをちょっとリズムを変えたりとか、音を足したりとかして、演奏していくところから、こう、始めれば全然いいのかなと思います。なのでね、アドリブが苦手な人は、ここをぜひトライしてください。じゃあ、どうやってやるかっていうフェイクの方法をいくら何種類かちょっとご用意しました。で、まあ、その他、えー、他にも、まあ、こんな方法ありますよ、みたいなのと、まあ、ボサノバも同じ感じでなので、ちょっと音源を聞いていただくと、まあ、面白いかなと。 で、ドラムスローもシンプルを変形していくと、本当にあの、ジャズ風なドラムスロー。だから、あんまり難しいことをやらなくても、その、どういう風にするとジャズらしくなるかっていうことが分かっていれば、うまくいくんではないかなと思います。それでは、始めていきましょう。はい、まずは、譜面はあえてシンプルになっていますということでですね、これ、えー、スピークロー、ダラー、タラララーっていうメロディですが、全部こう、まあ、ここ裏から始まってるけど、まあ、要は、 1,2,3,4,1だから、まあ、裏は裏でも、やっぱりもっと裏、こう、8分の裏とかの方が、よりこう、リズムが推進していくんですね。で、細かい裏になればなるほど、16の裏になったりとかするほど、音は推進していくので、そういうふうにこの音を後ろにずらしたりとかするとうまくいくっていうことなんですね。だからこれ全部オンで、 だから、ゆったり取ろうと思ったらオンでいいんですけど、ジャズみたいに進行感を感じさせたいときは、まあ裏から、どちらにせよ裏から入っているからこのままでもいいんですけど、全部これだとスピクル何回も同じのが出てきちゃうんで、まあそうするといろいろ変形させていく方がいいんじゃないかと。じゃあ、えー、あえてこう、これを変形させるのに、こう、全部裏にする。カッカーって裏にする。ね。ダッタッタッタッってこう、これも裏にするね。で、 えー、ここは、うったーたっていう,こうシンコペーション。これも裏裏でシンコペーションしてるんだけど。で、こう、頭に向かって裏からこうアプローチするみたいな。これは全部裏にしてる感じね。で、こっちは、あの、音を2つにばらけさせてる。ただらーみたいな。ダだららららみたいな感じですね。ちょっと聞いてみましょう。こんな感じね。 この辺どうかとも思うけど、まあ、テンポがゆっくりだったりする結構やったりしますねはいこんな感じでございましたじゃあボサノバも同じですイ,イズムがイーブンであったとしても特にボサノバはねこうう裏裏っていうのをよく使います例えばもうあのエドロボなんか とかね。あとジョイスとかも全部裏でカッ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 カって全部裏で歌うのでで。まあこれは普通にしましたけど、ボサノバにしようと思ったら、ちょっと音を短く切ったりする。カッカッガッガッガッってリズミックにすると打楽器で叩いてるみたいな感じでリズミックにするといいと思います。ちょっと聞いてみますね。これがまあ普通のやつね。ま悪いわけじゃないんです。よ でちょっとスピード感こう,かかこういう感じがちょっと出てくるのかなみたいなこう裏裏裏こうラこう対空感がね まこういう感じですね。四分音符なんかで演奏するよりは、まあ二つにもあったりと。まあここに関してはですね、要は、まあ歌を歌ってる人からすると歌詞が、ま要はハマらなくなっちゃうじゃないですか。だからこういうの嫌がったりする人は結構いますね。なので、まあメロディーとして演奏するときはこれはちょっとなしっていう人もいるし、まあやっちゃう人もいる。例えばまあ有名な話でデクスタ・ゴードンのバンドにこうドラムの人がちょっと入ろうとするとね、君あの歌詞とメロディー全部歌えるって言われて、 あこの曲ちょっと歌詞も覚えてないですよ。じゃあ君は演奏しても意味がないよね、みたいな。つまりこう、まあこう、全部みんなその音楽の楽曲はその歌詞とメロディーが覚えてて当たり前ということで。そうやってやってみると、こう、歌詞がハマらなくなるからね。そういう意味ではこう、これはダメですね。ただ、アドリブのまあ、フェイクっていう形では全然やっていいのかなと思います。なので、さらにこう、音を抜いたり、これなんかもだから本当に歌詞ハマんなくなっちゃうからね。足りなくなっちゃうから。 嫌ですけど、まあでも音を一つ抜いたりとか。で、スケールを足してみたり。ね。手前にスケールで書き上がってきてメロディーを弾いたりとか、間をスケール足したりとか。マイルスもよくやりますけど、アドリブを入れてみたり。つまり、もう最初の2小節メロディーしたら、あとずっとアドリブで、また後半だけちょっとだけこうメロディーが出てくるみたいなね。だから、メロディーもやってんのか、もうアドリブ最初からやってんのかよくわかんないみたいな感じになったり、メロディーの時もやってますね。 こんな感じで、要は、逆に言うと、アドリブやってる時もメロディーがこう、フェイクで出てくると、なんかこう、あ、これが元の音が鳴ってるんだなって感じでいいというふうに言われてますね。なので、こういうふうに演奏してもらえばいいかなと。でドラムだとですね、まあ、これはあえても、あの、表、スネア、ハイタム、スネア、フロアタンタン、トントントン,トン。まあ、これ僕がよく言ってる、この裏拍を足す、タート,トン、トトン、タートン、トトン。そしたら、手前に音出して、 タルブラダトン、タトトン、タタトン、タトト,ンタト,ト,ンタトトン。ね。こんだけ、こう、裏拍に、こう、音を、飾りを立ちしていくってことですね。で、さっきと同じで、前にずらす。ワン、ツー、スリー、ウカン、ウッコン、ウッカン、コン,コン、みたいなね。これはワン、ツー、スリー、フォー、ウトン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 ,ンですね。であとは、まあ、フィリーがよく使う。手前にラフを入れてしまう。ラ、ロ、ラ、ロ。そうするとね、この、 お全部表なんだけど、全部裏から押す形になるんで、全然上手くなるんですね。なんか上手く聞こえるとかね。えー、こんだけの、要は一つのものに対して、こう、全部オンで演奏するっていうのをジャズはすごく嫌うんですよ。で、まあ、こう、オンっていうのは僕の理論的に言うとですね、非常に安定してる。安定してるから動かなくなっちゃう。トン、トン、トン、トンってやるとね。だから、こう、うっとん、うっとん、うっとんだとこう、 焦るから、こう、焦るというかね、こう、不安定になるから、こう、進んでいくみたいなね。だから、こう、これが全ていいかっていうと、いや、だから、こう、適材適所なんですよ。だから、子供たち、お片付け、お片付け、お片付けってやったら、子供何していいかわからんみたいなね。だから、その、要は、こう、安定した方がいい音楽と、不安定な方がいい音楽っていうのがあって、ジャズは比較的不安定な方が推進していく。でも、 不安定な部分と安定な部分をこう、要は安定すごくしてゆっくりなんかダサいなぁと思ったら次は全部ひっくり返してきたら今度スピード上がったなぁみたいな。定時部としては全然こう表吐くだけで演奏するっていうのもありかなとは思うんですけど、それがいけないわけではないけど、えー、意図的にいろんなことを変えれるようになって自分が何を選ぶかっていうのが大事だっていうことですね。はい、それではやっていきます。まずはですね、普通にドラムソロをやってたときに、 まあこういうのってまああんまり要は全部オンなんで要は表拍なんで、まあ、まあハイハットだけでもあればまあ進んでいくかなと思うんですがえっ、ー、とこの2段目のやつねこのタドやっぱ裏拍が入るとここがターム A っていうのるやつですねこれに手前に全部音をタードン ドドドタタトントトンっていうふうにつけていく手前にを入れるとかなりジャズっぽくなりますよねで、えー、と音符自体は手前にこんなふうにできると思うで、えー、今度は後ろっ側にワンツーシーツーー こ不安定になるのでこう進行感が出るというかねで。で、えー、フィリーがよくやるこのラフ。ワン、ツー、ツー、フォー、ワン、ツー、ツー。4これは箱全部8分のワン、1 2エン、ツー、ハイハートと同じタイムにして。 これだと全部表の音符でも全然平気ということで、えー、こういうふうにもともとあるメロディーが全部表で書いてあったとしても、こういうふうにこう変形させると、ドラムソロもうまくいきますよっていう話でございましたはい、クラシックと違ってです、クラシックでこんなことしたら殺されますからね、えー、クラシックと違って、メロディー自体を変形してもいいっていうのがジャズです。 まあ何でもいいってゃ何でもいいんですけど、かっこよければいいって言うんですが、ただやっぱり、ええー、まあ歌の人からするとそこでブレスしてほしくないとかね。歌詞をやっぱ考えながらやっぱり聴いてるからね。そこでこうブレスしてほしくないとか、そこで音を足してほしくないっていうのはやっぱあったりしますで。そこに対するこだわりっていうのもあってもいいと思うし、まあでも歌詞は関係なくこの曲をどう料理するかっていうのも一つの音楽だと思います。だから音楽っていろあってね。で自分の好き嫌いもいっぱいあるじゃないですか。だから自分のこだわりがあって、こう。でも、 相手のことも、まあ、こういう音楽も認めてあげるみたいなね。みんながいろいろ努力してるんで、ということを、えー、やってるんだなっていう形で、まあ、こういう手法を少し覚えておくと、アドリブのこう、入りにもすごくいいと思いますし、メロディをちょっとよりかっこよくできるっていうのもあるんじゃないかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方で是非 メールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした